今日は快晴なんですけど、浜松市のですね、龍河市堂というですね、鍾乳洞に来てみました。十数年前に一度だけ人と来たことがあるんですけど、どうなんでしょうか。ちょっと興味があって仕事のついでなので寄ってみました。なんでしょうか。ああ、なんかすごいですね。龍のですね。3、5000円ですね。はい。じゃあ、よろしく。はい、このまま運ぶようにですね、いただきまして、どうぞ。はい、ありがとうございます。地下入り口で、地下の滝があるんですね。黄金柱だそうです。ワニの岩。あ、ワニの形してるんですね。これね、ワニの形。風穴に比べると随分長い感じがします。コウモリもいるらしいですけど、ああ、これは立派ですね。ちょっとしたこう龍の抜け穴っているらしいですね。あ、すごいですね。50メートル以上上があるみたいです。水が流れてますね。あの奥がかなりありますね。泉が、あ、泉が湧いてるんですね。あ、すごいな。これはなんか湖みたくなってる。へえ、すごいですね。長寿の泉。
すごいな。ここは白狼の間というらしいです。あー、ちょっと、あー、すごい、滝だ滝だ滝だ、あー、すごいな、おー、すごいですね。真っ逆さまに落ちてきますね。これは見事ですね。写真にするより動画の方がいいんじゃないですか。あ、下にこう湖が出てる、ね、すごいですね。あ、湖だ、水品様。これが綺麗ですね。あ、これすごいな。水品様。なんか素敵な感じですね。水品様ですね。山のお茶。ああ、お茶を熟成させてるんですね。これ風穴でもなんかありましたね。うん。鳳凰の間って話ですね。行きましょうか。せっかくだ。ああ、ここ覗けるんですね。覗け、ああ、なるほど。あ、これは面白い。あー、見事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 。行きましょうか。あー、すごいすごい。鍾乳石は1センチ伸びるのに100年かかる、ね、すごいな。なるほど、これまた見事な鍾乳石です ね、 ね、すごいよね、うん、鍾乳石ね。ちょっとこの、これもシャンデリアの間、ははこれもちょっと変わった鍾乳石ですね。上がシャンデリアのように見えるんですね。こんな感じかな。足まで来たら大変かもしれない。そうはしてあるけど。黄金の富士、あ、これが黄金の富士でしょうかね。七福神の間、あ、これ七福神なんですね。七福神、あ、終わりですね。